10月の15日火曜日えー、今日440回の「オーディオギャラクシー」でございます、はい、えーと台風がまた来ましたねうん台風がすごかった台風の時何してました台風の時もう一日家にいたねだから普通の休みとそんなに変わんない普通その日は休みだったの 休みだった台風が一番東京に来たのって日曜日とかだっけ、うん、全然違うわ土曜じゃない土曜かそうだ金,<日>金曜金曜土曜に来たんだよねで土曜、うん、土曜そうじゃあそのじゃ土曜はもうそのずっとこもってたのうん,なんか買い出し行ったりとかさそういうのもなくそうだね、まあ、ちょっと食べ物買っ だけどほんとちょっと何日分もみたいな感じではなかったかなそっかなんかさ、うん、今さ台風とか来るとさ、うん、こうまあなんかだんだんこう日本がちょっとずつ変わってんのかなって思うのはさ、うん、あの会社とか、まあ、でかい企業もそうだけどなんかそのや休むようになったじゃん台風の日そのまあでも今回ぐらいだよ多分 前,前回ぐらいから、でかそもそも何最初はさ、JR とかのさなんか計画運休みたいなさ、その日中止にするんじゃなくて、もう1日前、2日前の何でもやってから、この日は休みますみたいなのがこう去年か今年ぐらいからやってて、それは一応ほら、なんか喜ばしいというかさ、悪いことじゃないというふうになってるじゃないですか。うん、で多分そういうのがやっぱ世の中を動かしてるせいもあり、まあ、JR が動かねえんだったら、まあ、そもそも会社なんか来れないってい人も多いから。 うん、じゃあまあ会社も危ねえしみんな危ねえし休むかみたいになってさ、うん、で今回なんかだとうちの近所のコンビニファミマローソンセブンイレブン全部休んでたのねその日一日でなんかヨドバシカメラがさ、うん、ちょっと炎上しかけてさ、うん そうそう営業いつも通り営業するって言ってて従業員の人たちが危ないからこういうのどう思いますかみたいなのこうアカウントを作ってこうちょっと告発じゃないけどさ、うん、やったらその日のうちにもう明日休みますってなったねその前日にねでんかそうするとやっぱりもう今だったらさ英団みたいにこう取られるわけじゃないですか、うん、で実際俺もそう思うし で特にこう、うん、ツイッターとかやってる人たちはさ、そういうのを見ると、ああまあ、なんかやっぱ安全が第一だしね、働く人も人間だからって思うじゃない。うん、で、なんか、そう思って、で、俺はなんか、その、玲子がね、うちの母親がちょっと心配だったから、うんあの、電話してみたわけよ、お前大丈夫かと、その、備えとかはあんのかと、うん、言ったらその、うちの母親は、その、あのうん、大丈夫だと、あの、うん、アスクルで注文したから、 <laughs> 明日届くって書いてあるからステータスも、oh. 水とかいっぱい頼んだからっつって oh. 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 おめえバカかと <laughs> 来るわけねえだろっつって <laughs> そしたらさっきログインしてみたら配達中になってたから間違いないって言うから oh. Oh. <laughs> あの電話でね問い合わせたんだけど <laughs> 明日は全部中止ですって言われて <laughs>。 それそうだ。当たり前じゃん、そんなの。<laughs> ああえーっつってなんか、れい子めちゃめちゃその、憤慨しててさ。れい子ピュアだな。だから、れ子ピュアってかだから、ここでもやっぱり世代のさ、格差というかさ、そのやっぱどんな時でもちゃんとやるのが、こう、日本のサービスだみたいな世代ってまだあんだなと思って。 いや、レイコがピュアなんだけだよ、ね。<laughs> そうなのやんていや。多分テレビとかだとまだそこまでそういうさ、休みになるってあんま話題になってなくて、やっぱ SNS を中心にこう、怒ってるムーブメントだと思うの俺はやっぱりこう、この積極的に休むっていうのは悪いことじゃないっていうか、むしろいいことだみたいなさ。うん、うんうんうん、うんで。だからそのままピュアなのかわかんないけど、そのアスクルが来ないってことに、びっくりしててさ。うんうん、そんで、うん なんか、じゃあ、ちょ、俺今、時間ちょっとあるからね、俺車出してやるから、ちょっと買いに行くぞ、っつってさ、うん、で、近所のライフに行ったらさ、うん、ライフ、カップラーメンの棚とか全部ないのね、パンとか。で、パンは分かるけどそ、カップラーメンの棚がないっていうのはさ、うん、その、万が一の時はそのままボリボリ食うつもりなのかな、あ買い占めてる人たちは。なんだろうね、その、 停電になったらとか、水が出なくなったらとかよりも、気持ちするっていう発想が先に来て、買っちゃったんじゃない <laughs> なんだよね。だからその、100歩譲って水で戻せるっていうのなんか見たから、その、電気がなくなっても食えるはまあわかるけど、うん、断水したらどうすんのって考えたら、もうちょっと、缶詰とかは普通に割と売っててさ、うん、でポテトチップのさ、棚とかも全部なかったお前たち普通に休日エンジョイするだけじゃねえのって思ったんだけど、<laughs> <laughs> あのー、棚ポテトチップスとかスナックの棚全部なくなってんのにライフが企画したトリュフのポテトチップスだけいっぱい残ってて、うん、あめちゃめちゃこれまずいんだなってのが分かったりとかしてると面白かったね <laughs> えな,んかなんか非日常は非日常ってそこで、ね、水も全部売り切れだったから、うん、まお茶とかはあったからお茶と炭酸水となんかを買って、まあ、持たせたとか届けてさ玲子の家に。 っっっていう感じだだたんだけど、まあ、それやっぱりアスクルが来るから大丈夫ってってで俺そのスタジオもさちょっと窓とか心配だったから見に行こうと思って、うんえー、スタジオと途中でほらうちのその玲子のねオフィスもあるからさ、うん、オフィスのちょっと見知っオフィスのドアにさ「アスクルの方へその何か「何丸うちに届けてください」みたいなやつ貼ってあってさ来るわけねえのに <laughs> ちょっと面白かったけどね いやだからお年寄りとかはまだまだねやっぱその台風だろうが何だろうが動くものは動いてるってまだ思ってるねあ,あそうなんかそれを感じたなんかでもさ台風のピークって東京はやっぱその夜の10時11時ぐらいだったのかいそれぐらいじゃないかな,なもうちょい前かなんかいあんま感じなかったあんま感じなかったんだよちょっとうとうとしてたのもあるんだけどその時間だけうんうんうんなんかうわやべえみたいなのあったの？ その壁なんか振動がやばいとかそのドアのなんか窓がやばいとかさまあなんか割とこう午前中から強めに降ってはいて、うんまあ、そうだねでちょっとこう収まってる時間帯とかもあったりはしつつ、うん、やっぱりその10時9時10時ぐらいにもう一回またわーって音も大きくなり始めて、うん、風の音とかも結構大きくなってたから。うんうん なんか、今がピークなんだなっていうのは感じたよ。そうかそうか。あも,うもちろんね、その、大したことなかったって話じゃないよ。め,めちゃめちゃ被害も大きかったし。うん、だけどなんか、あんまりピークをこう、いつも台風来ると、うわ、今本当やべえなみたいな、まあ、実感しなくて、一日中なんか本当雨が降ってたなっていう。 ね、まあずっと割と強めだったからそのピークのピークらしさがそこまでなかったのかもねかもしれないね一日中もうちょっとうるさくてテレビの音が聞こえねえよって思いながらいたもんああそんなにかなんかさちゃん,ちゃんぽの弟のさ、うん、がもう一人そのいるんだけどさ同じ、まあ、とこでが江東、うん、区に住んでてさ、うん、なんかがっつり普通の避難のやつになってきたよう,うちに。 あそう。うん。だからなんか身近なところでも、なんか大した被害はなかったみたいだけど、それで、ニーツくんの、なんか調べてたらね、ニーツくんの住んでるエリアも結構やばいみたいなやつを見たから、ニーツくん,んの曲がやばいやつが住んでるってことじゃなくて。違うんだよ。それはもう最初から <laughs> やばいやつは住んでんだけど、<laughs> うん、あの、ニーツくんにそういう情報をさ、うん、あの、伝えたわけよ。そのなんか、あの、やばいらしいよっそっちの方もやばいらしいし、その、い俺のいとこも知ってるから、 そこなんかも避難勧告出てて例えばその浸水してねなんか 2m とかになっちゃうと、うん、その上の階に上がればいいわけだけど、うん、そもそもその出入りができなくなるから、うん、なんか下手すると1週間ぐらい引かなかったりするんだってその水が。<ー>だから結構大変らしいよってその三津くんに言ったら、うん、まあその確,確かにその彼の家はし。 新居なんだけど、引っ越したばっかりで。うん、<laughs> あの、俺今、その、ニーツくんとの LINE を見てんだけどさ、いろいろこうなんか、この辺の、これぐらいの、いわゆる災害情報をニーツくんに送っただけ。ニーツくんちの方もやばいらしいよ、つって。そしたら、ニーツくんから、新居なのに浸水したら悲しいですよねっていうレースが来てて、うん、悲しいってなんだよと思って、そ,のそれどころじゃねえだろうと思ったけど、<laughs> 大丈夫だったの、ニーツくんところは。大丈夫でした。全然全く、そうですね。停電も、水道止まることもなく。うん、はい。 結構危なない地域なのあのあやっぱ荒川が氾濫したら、うん、ちょっと100メートルぐらい先だともう10メートルすまで水位が上がっちゃうみたいな、100メートルぐらい水位が上がるみたいなところもあったんですけど、うん、うちは3メートルぐらいまで来るとは言われてたんですけど、うん、3メートルってだって2回ぐらいまで行く高さじゃないの、うん、行っちゃいますね、そ,うそれでも、なんともなかったですね。今回ははたたたまたま大丈夫だったんだっん、はい えでもほんと江東区とか今回のことでど,どうなっちゃうんだろうなんか地価というかさ、うん、その不動産の価値とかさうんうんうん,うんでも結構さ前回も今回もその結構強い台風来たけどさなんか前回やばかった千葉の地域は今回はそうでもなかったのかな、うんいや 千葉も千葉で結構まあでもわかんない漏れ伝わってこくないというかもうフォローしきれないのかもねその報道がとはいえ前回やっぱ風でこう屋根が飛んだりとかもあったから、うん、今回は雨だからなんかやっぱ江東区の方がインパクトは強かったねあとは神奈川の方かうん、うん、まあなんかもう本当に映像によってはこの関東大震災の時の、うん 東日本大震災か家流れたりする、ね、津波の時みたいなぐらいもう川が氾濫しちゃって、ね、大変そうだというのはなんかさツイ,ツイートでさなんかあなんかあそうだなって思ったのはさやっぱなんかうかつに地名は変えちゃいけねえなっていうツイートを見てさ、うん、やっぱ地名にはほら「田」とか「上」とか「川」とか入ってるじゃん。 うん、だやっぱなんかそのやっぱ地理に由来するものってあるじゃんんとかダニとかさはいはい、はい、なんかそういうのをニュータウンとかいろんな名前を変えたりするとなんかそ,うやっぱその土地が持ってるなんか性質とか分かりづらくなるなと改めてちょっと思ったななるほどねさ俺もスタジオも川沿いじゃないですかうんで確かスタジオも水浸しでしょいやだからなんかここもよく考えたらやべえよなと思ったんだけどすっごい昔にこの物件に入るときに、うん いろいろ調べていたら、その、うん、ここ神田川なんだけど、うん、まあ隅田川に繋がっていて、うん、で隅田川が何かあると、その都内の内側に入る水門を閉じちゃうのね。うん、だから、でその分のえっと、その水が両,両国とかそのそれこそ江東区とかの方にもこうもっと戻っていっちゃうんですよ。雨水が川の流れがだから。 ここの前はもうそのえっと隅田川の水門より内側だから逆にめちゃめちゃ安全で過去40年か50年ぐらい一回も氾濫したことがないんだってへえ<ー>だからかえって安全なんだけどだけどそれはその都,、うん、都心を守るための安全にたまたま引っかかってるだけだから、うん、ああなんかなんかじゃあやっぱその都内でもちょっと外側のあたりにはその被害を逆に食うわけでなかなか微妙だなと思ったななるほどね でもさ、こう考えるとさ、災害のそのいろいろなんか、なんか、ヤンバダムが活躍したら、実は別に全然関係ねえだ、いろんな話があってさ。うん。で、堤防をどうするとか言ってるけど、結局やっぱ川からちょっと離れて、みんなが住むっていうのが一番安全なんじゃねえのって思ったんだけど。<laughs> こんだけ土地が余ってて人が少なくなってんだから。なんか人が移動した方が早くない安全な場所に。安全な場所なんてないのかもしれないけど。 まあなんかあっちへ行けばこういう災害に弱くてみたいなのはいろいろありそうだけどね、うん、まあね地震もあってその水害もあってで火山もあってだからねうんなんで俺たち日本に住んでんだろうね本当いやそう思う、ね、<laughs> あんまり人が住むのに適さないまあ土地だよね日本って本当 <laughs> なんか世界中の災害の何十パーセントが日本で起きてるとかって見たまあそれ本当かどうかわかんないけどすごいねなんかよなんか わかんないけどさ、うん、災害が起きると何かがぶっ壊れたりさ、うん、したりその,なんかその前にみんなが物を買ったりするから、うん、景気は良くなる気はするんだけど、うん、言っちゃいけないことだと思うんだけど、うん、そ,のそういう需要が生まれれば、ねうん、その壊れたものを直すのにまた人が必要になったり。うんうん まあ、戦争で儲かるのと仕組みは一緒なのかもしれないよね。まあ、だけど、その今の日本、この疲弊した日本で消費税の増税もあってってとこでは、なかなか厳しいよね。その雇用とかっていう意味では税金を使えば生まれるかもしれないけどね。うん、だから、この間言った、そのさ、なんか災害点とかさ、テロ対策のやつでも見たけど、やっぱその、災害とか防災の技術はとかは、知恵はめちゃめちゃ日本あるっぽいから、それは本当に。うんうん、こんんだけ多いと例えばなんかその、うんうん 避難所のさなんかああいう個人のこうプライベートを仕切るやつとかさ、うん、いっぱいいろんなものを開発されてるからなんかそういう災害のグッズをめちゃめちゃ開発して世界に輸出するとかっていう産業でこう,なんかうまくいかねえのかなとか思ったけどねせめて。なるほどね。いやーやだね松本君住んでるところ2階ぐらいまで雨水とかさ <laughs> なんか下水が詰まってどうのこうのとかなんか見たよどっかの武蔵野鹿なんかのマンションがなんか。 うん、もう、水道が止まっちゃって、なんか、トイレの水は流さないっていうルールでね、一時的にもうそう流れないから、みんなでマンション全体で、ちょっと不便だけれども、トイレにそしたものは貯めておこうと、流さないようにしようって、マンションのもう全会一致で決めたのに、上層階の人たちが流してるらしいっつって、上層階の人が流しちゃってって、全部下の方に溜まるから、下にどんどん悪臭が溜まってるみたいな。その <laughs> マンションの上と下の戦いみたいになってるみたいなのを見たけどね、うん、まあそんなの守らないやついるよねいるけど <laughs> まあ不快だよなそんなのつら<ー>いよな <laughs> なんかそんなこと思ったまあんかリスナーの人で困ってる人がいないといいなとはせめてせめてね思いますけどね、うん、そんなとこだなだからとりあえず <laughs> <laughs> うちの玲子がねアスクルとくと思ってたっていう話が玲子、まあ、がピュアだった話玲、ね、子 <laughs> がピュアってことでいいのかな本当に <laughs> うん、水とかさ、うん、あの川が氾濫しそうな度合いを色でなんかやってるマップとか出てたじゃんあるねあるあるあるだから真っ青から赤いぐらいの、ね、紫とかも結構やばいみたいなうん、うん、あるねさ見た見た見たまた福島のあたりが紫でさあの辺どんだけ来んだよって思ったね,そうだねやっぱ土地柄っていうのはあんのかもそこは本当なんか厳しい土地なんだなと思った なんか時々こういう話題にしてやっぱその危ない土地からはみんなやっぱ離れた方がいいんじゃねって言うじゃん僕も、まあ、松本君も言うじゃん、うん、でもなんかやっぱそういうのって結構やっぱなんかあのネガティブな反応を受けてしまうことも結構あるんだよな,なんかその土地から離れられない事情があるとかっていう、うん、そんな事情ないと思うんだけどなまあいろいろ命を考えたら、ね、命を考えたらねそれはそうだな、うん、いやーもう本当玲子がねまあ本人にしか分からない事情がいろいろあるんでしょうね <laughs>、うん 自信満々で明日届くから大丈夫って言ってきたからね。その、台風の日の前日というか、<laughs> まあ、その夜にはもう来るっていう時にね。うん、そのなんかステータスとかをさ、その iPhone で見る知恵はあるくせにそこまで頭回んない感じは確かちょっと、話、<laughs> 松本くんの話を聞いてたら、まあ、ちょっと可愛いなとは思えてきたけど、普通にバカがって言っちゃったからね。届くわけねえだろ、つって。本当だからまあまあ、じゃあ始めましょうかね。じゃあね、まあオープニングまでだと。はい はい。というわけで始まりました。オーディオギャラクシーをお送りします。ノアラムライダーと松本です。この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。今日のメールテーマはね、はいえー、一から勉強したいことということで、えっ、ーうんえー、と、全く知らない分野でもいいですし、昔習ったけど身につかなかったことを忘れてしまったものなど、学生社会人問わず、あなたが今一から勉強したいことを教えてくださいということで、えー、募集しております。うん さあさあまあまあ台風はとりあえずまあまあとりあえず番,番組関係者には被害なしといてことでいいんですよね松本さんも全然うん次の日天気良かったし暑かったなちょうどその12日にライジンがあったんですよ、うん、なんかさライジンだけさあったっていうか、うん、ライジンだけはこうかくなにあの中止にし,しなかったのはなんか事情があるのかなあいうって。 分からないけどこう大阪開催だったからあ大阪なんだあれ影響がその関東に比べるとルート的に少なかったのかなと勝手に思ってたんだけどそ,そうかもね割と海側から静岡へぐるようにやってきたからね、うん、台風があそうなんだね雷神ね描く時のイベントねそうそうそうそ,う、うん、それで雷神、ま、を俺スカパーで見てたんだけど、うんま、被害といえばもうその台風のせいで映りが悪かったぐらいああ CS だ BS だだかかのそうそうそうもうスカパーだからさアンテナがさその台風で風とか水でこうそう映りが悪くなったりするタイミングが結構あってまあ録画しながら見てたけどもう試合中にもう画面ぐじゃぐじゃになって。うん ぐじゃぐじゃから戻ったら片方倒れてるみたいなの、<laughs> あったから。スクランブル放送みたいになっちゃってんの。<笑><笑>そう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 。そもう、豪機みたいになってたからさ。<laughs> <laughs> 春悟空みたいな。<laughs> <laughs> あの、ノイズみたいなピカピカってなってもう、勝っちゃうみたいな。<laughs> そうそう最強の人とささみたいな感じで <laughs> <laughs>。そうそうそう,そう。<laughs> シャキンシャキンっつってねああなるほどね <laughs>、うん、テレビ見てたか俺、うん、俺何してたんだっけなああそうだあのー、ああとあとまたあのビルのサイレン鳴ったから <laughs> 今回はもう2分で秒殺だったねもうあの髪切ってギュッて挟んで <laughs> あとね俺沖縄行ってたんですよ その台風の直前に<縄>、そうなんです。ちょっとあの、なんか、あまりにもいろいろいい写真が撮れたから、ちょっとどこにいるか分かんないように撮ってみたら、案の定誰も分かんなかったみたいで、うん、なんか、あのー、単純にそれはちょっと自分の中でこう映像、除草剤集めたりとか、うん、今後のね、とか、まあちょっとリフレッシュもあって行ってきたんですけど、沖縄のね、あの、氷島っていう、ちょっと北の、那覇よりもずっと、那覇より沖縄よりずっと北の方にあるなんかちっちゃい島があって、 うん、なんかさあの有名なさ沖縄なんか高速道路みたいな道が海の上にずっとさなんかこう続いている場所わかるかな、うん、写真見たことあるかな,なんか海の中に水上に道路だけがあるみたいなさ島をつなげてる、うん、でそこ行ってきたんだけどドローンがちょっと風がその台風の前日だったんだけど風強くてちょっと飛ばせなくて。うんうん ドローンのあれはちょっと取れなかったけどまあなんかちょっとうまいもん食って少しゆっくりしてっていうのができたのでよかったかなでえっとね明け方の便で帰ったんだけどその日の夜からは全部運行中止になってたみたいうん,なんかそれはちょっとよかったね沖縄松本があんま行かないもんなそうだねあんま興味がないね沖縄もでも今めちゃめちゃバブルっぽくてさ うん、石垣島とかもそうなんだけど、今、なんか観光客がめちゃめちゃ増えてるから、まあ、確かにアジア人の人、多かったんだけど、うんうん、もうその地元のさ、そ,のそんなにこう稼ぎのない人たちがさ、うん、もうあんま引っ越しとかできなくなってんだって、なんかやつ、その、家賃が上がっちゃって、大変なんですよだサンフランシスコとかと一緒だよ、そのグーグルのとかのさ、会社ができると、近くに IT のお金持ちがいっぱい集まってくるから、うん、家賃がバーンって上がって、昔から住んでた人かもう住めないみたいな。 なんか沖縄とかも割とそれに近いことが起こってるみたいな話を聞いたななんでそんなに人気あんだろうね沖縄ってまあまあやっぱでも同じ気温でもやっぱカラッとしてるし気持ちはいいですよ飯がねもうちょっとこう分かりやすく美味しいものが増えたらいいなと思うけど、うん、でもなんか居酒屋さん普通に美味しかったしタコ,なんかタコス屋みたいなところも行ったんだけどさそれも美味しかったしまあでも環境だろうね特に今10月だからさ うん、暑いっつっても風涼しくて全然東京より快適だったよ。うーん。それはいいなと思ったかななるほどね。だしね。そんなもんかな今週は。あと、ブラッククランズマン見たな見たっけブラッククランズマン。あの、スパイクリーの映画。あ,あれ、なんか配信とかでレンタル始まったから。うん、レンタル。あ、そうなんだ。まあ映画で、ね、見,た見た。あれ、俺、今年1位かもしれない。めちゃめちゃ良かった。う,うん。 今んとこあれかジョーカーかなーうーんって感じだなジョーカーの話先週たっぷりしたもんねアフタートークで松本さんそうでしたぜひあの聞いてない人は聞いていただいて、うん、あとなんだろうなそうジョーカーのさフィギュアをさ、うん、買ったんだよ、うん、先週の放送の中でさジョーカーのフィギュア出てますよっていうのを拾って買ったらさなんか全然知らない人からさなんか違法ダウンロードしてるみたいなことをラムライダーが言ってるみたいなレッスンをもらってさ うん、何かなと思ったらなんかそれが反響を取ってないやつだったらしくて<ん>そのフィギュア自体がその映画の反響を取ってないなんか海外のフィギュアのそういうのを出してるブランドが売り出したものを俺が買っちゃったみたいで、うんうん、えー、そういうのがあるんだそうそうだけどそんなのあるのもそんなによく知らないからさそんなのでそういうふうに俺買ってテンション上がった瞬間にそ冷や水ぶっかけられてさうん だけどキャンセルもできないから、とりあえずそれは届くんだけど、もう、それ判権、うん、判権がダメなやつだ、それ違法ダウンロードと一緒って言われたやつだって思いながら、あと何ヶ月も来るのを待たなきゃいけないっていう、うん、超悲しい状況なんですけどね。えー、一曲行きますかね。一曲行ってちょっと、もうちょっとなんかこぼれ話とあれば、<あ>え行きたいと思います。そうだそうだ、先週さ、その、<あ>ジョーカーの話した時にさ、うん。あのー、 めちゃめちゃ、あの、その、印象に残ってる曲が、つって、俺が口ずさんなんだけど、全然通じなかったやつを、持ってきたので、松本さんも、あのし、しかと聞いてください。うん、えー、クリームでホワイトルーム <laughs>、うん。はい、というわけで聞いていただいておりますのは、えー、先週お話したジョーカーの中でも流れます、クリーム、えー、ホワイトルームでした。はい。エリック・クランプトンですね、歌ってんのはね。うん。ええー、今週後何かありましたかね台風。 1> 1週間いやブラック・クライズも良かったなありますかなんかこれうん今週ままこれはそうだねあのー、あれを見ました「うん、イエスタデイ」ああのビートルズのやつだうんビートルズがいない世界に何か行っ,て行っちゃうやつだっけイエスタデイよかったー あのさ僕はビートルズとほぼほぼ一緒じゃない筋書き。僕はビートルズのことはよく知らない <laughs> 俺<が> <laughs> そっか。<laughs> なにその思い出を怪我するのみたいな。そういうのっぽいのがあるっていうのはなんか知ってるけど。俺たちの川口怪獣、ね、詳しくは知らない。よかったよかったよ。見ようかなじゃあ。僕、ね、はビートルズっていう映画は、うん、あ漫画は川口怪獣の漫画で、うん、そのタイムスリップ。 ビートルズが誕生する直前ぐらいにタイムスリップした現代の男の子が、うん、そこでビートルズの曲をまんま歌って大ヒット飛ばしちゃうみたいなうんでたまたまでビートルズはビートルズまでいる世界線だからその後にビートルズたまたま出会っちゃって、うん、あれお前の曲俺たちの今作ってるような似てるなみたいなのがあるみたいなやつなんですけどあじゃあ結構違うかもそっかルズ最初がちょっと似てるだけなんだね、うん、僕はビートルズも見ようかな、うん、どど,どんなでしたか どんなまあ筋書きじゃなくてそうだ、ね、まあ面白,面白かったとしか言いようがない面白くて、うん、あと音楽が良くて、うん、音楽すりゃいいよねビートルズだもん、ねうん、そう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 そのまあさここ最近あるじゃないですかそのう世界的なアーティストの曲がいっぱい書かれる映画あのあの「ボヘミアン・ラプソディ」ぐらいからそうそうそう「ボヘミアン・ラプソディ」とか「はいはい、ロケット・マン」とかはいはい、はい それのあ,であれはまあその人たちのストーリーだけど「うん、イエストデ e に関しては全く、まあ、ビートルズのこうなんかビートルズの人たちを追ってるわけではない映画で設定としてビートルズを正確にはある日突然、うん、えーとビートルズという存在がな、うんえー、くなって し,てしまうんうんうんっていう感じなんだけどうん現代ってことタイムスリップとかじゃなくて現代にそも,そもそもごっそりビートルズっていう概念が抜け落ちたらってことかそうだから予告編で出てきたと思うけどなんかこう「まさか」っつって、うん、ビートルズって検索をしたりうんあ,あったあったなんかグーグルみたいので検索しても全然そんな名前出てこないそう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  あ,あ,なるほどね、あれさんな<え>なあれうん一緒に、うん、ビートルズ以外にもいくつか消えたりするんだけどそれもちょっと面白いねじゃあバンドが関係ないものが関係ないものがなんでなのそれなんか派生してってことなのかな分かんないそれ俺もなんかその関連が法則があるのかなと思いながら見てたけど俺は分かんなかったな、はい、そうなんだ、うん、それもちょっと面白いね うん、あれイギリスあイギリスの映画だからもうほんとにそのビートルズのストロベリーフィールズとかそう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 いうなんかも出てくるみたいな、うん、あれな移民の子ってことなんかちょっとさ、うん、白人じゃないよね主人公のこっちったっけインド系の、ね、ちょっとなんか移民イン,インド系のイギリス人になるのかな、うん、ダニー・ボイル ダ、はい、ニー・ボイルの人だねそうなるほどなるほどだからまあその編集はさなんか小気味いいじゃんいつも音楽もかっこいいしダニー・ボイルの映がってははははそういうのもあり、うん、で脚本がラブアクチュアリーかなんかの人らしくて、うん、こう割とこうコメディとかもやる人 えっとね、ラブアクチュアリー、俺もあんまり詳しくは知らないんだけど、割とこう、あんまり暗い話というか、嫌な話にはしない人みたいな。なんかラブコメとかのイメージだけどね、ラブアクチュアリー、そっか、ちょっと見てみようかな、やっぱだから、映画がベストアルバム化してるっていう話の延長にありますよね、だからね、そうそうそう、まんまとビートルズばっかり聞いてる、あそうなんえちょっとじゃ見てみようかな。 OK です。じゃあちょっとそれは僕も参考にしたいと思います。はい。今ちょっとね、映画の連載の2回目を書いててね、明日ぐらいに有効しようと思ってるので、うん、それも読んでいただけるとって感じで。今週よっとなんか見たかなんか最近映画の話ばっかりしてるな俺たちな。もっと外出ないとな。<laughs> まあいろいろやることやってるからね、もうちょっとしたら多分なんかい、うん、忙しいことになると思う。あ、あとね、ネットフリックスでね、あのー、うん、あれ見たんだ。あれもあれも見たんだけど、えっと、まず言うと、うん。 あのそのシオンの新作映画の「愛なき森の叫び」を見たんです見ましたはいはい、はい、まだ見てないんですよああ見てください僕はもう全然ダメでしたね <laughs> あ本当。正直ダメだったかなああまたこれやるのかみたいな感じです、えー、セルフサンプリング的な感じであ,<ー>あれだっね。あとジェシーのやつも一応見たなあ<ー>あ<れ>エルカミーノあ,あエルカミーノエルカミーノはえっとあれですねあれ続編でいいのかなあの ブレイキングバットの,のまあその後を描いた映画みたいなそっちは見た見たあれどうでしたあれはなんか特別面白いってわけではないけど地味だったな地味な映画だったなあの嬉しいまあねって感じもう本当にあの懐かしいんで見るけそうだね,そうだね時間的にも結構経ってるしなうんそうだなまあ映画は相変わらずいっぱい見てますかね、うん やっぱネットフリックスオリジナルってそのその,シ,のシオンのやつを見て、うん、やっぱなんか興行的な心配がな,をなく作家が自由に作るっていうのは必ずしもいい結果にはならないなとはちょっと思ってしまったかな。なるほどね。まだネットフリックスでもドラマの方が面白いなんでもやっぱりそれこそなんだ全裸監督とかは普通に面白かったのに、うん、なんでオリジナルの2時間映画ってこんななんだろうなとはちょっと思ったかな。 それをずっと言ってるよね、まあまあ見てみて、見てみて。別にいい俺、ボーイズも見始めたあ、ザ・ボーイズ、ザ・ボーイズあ見て、面白い。ザ・ボーイズ、くまなく面白い。うん。あとね、ウォーキングデッドのシーズン10が始まりましたね。あれ、それで別に最後ってわけじゃないのウォーキングデッド特にファイナルとかなんか言われてるわけじゃないの特に言われてないかな。特に、かもしれないのか。ザ・ボーイズも多分1時は終わってないと思てか、2今作ってる途中らしいんで。らしいね。ぜひ。 あとね、俺、うん、昨日広宮、うん、っていう焼き肉屋さんに行ったんですあ,あそこ、予約取れてた、全然そう、だからもうなんかさ、うん、噂に聞く限りではさ、うん、もうなんか、まあ、お店に行った人がもう次の予約をして帰ると、次の予約がもう2年後とか。うん まあまあ、最初に見たときはまだ1年とかだったんだけどそれが2年後になり、うん、みたいな話をちょっとみ見ててあ、まあ、でもその1回目はどうすればいいんだよってずっと思っててでヒロミヤってあのホームページとかでよく見ると毎月1日かなんかにその翌月分の予約を受け付けるみたいな <laughs> まあ実質そこが新規の人の予約枠みたいな感じになってるってと、ね、そう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  そのまあ、行った人が帰りに予約はするんだけど、うん、多分それだけでは席が埋まらないようになっていて、うんうん、1か、まあ、月先の予約とかも取れるようになってるっていうもてそもそもそ予約の枠がこう少なくなってるんだろうね、そこに殺到してるんだろうね、そうそうそう、それであと、ツイッターをフォローしていると、急なキャンセルが出たときに、今から、何名様分、何時、何月、何日何時のキャンセル分をはいはい、はい。 募集しますみたいなのがあって、うん、それももう本当に秒殺でいつも亡くなっちゃっててな、ね、と言ったのかな,な,んか,なんかいけねえなって思いながら過ごしててさ、うんうん、で9月の1日だったと思うんだけどたまたま休みで、うんうん、でたまたまふとツイッター見たら、うん、あそういえば今,今日じゃんその予約の日と思って、うん、でもえっ、ー、とあれが1時からとか2時から。 募集開始みたいなのになってて、うん、それでもう気づいた時には多分20分とかになってたのうんでもいつもの感じだとこれはもう終まっ,っちゃってるよなとか、うん、思ったんだけど、まあ、かけるだけかけてみようと思って、うん、かけたら、うん、やっぱつながりづらい状態になっておりましてもうピアみたいな感じなわけそこ、うん、個人のお店の電話番号で まあ逆に言うとこつながりづらい状態ってことはまだ受け付けてるのかなと思って、うん、そこから電話を2つ手に持って Mac であの光電話のアプリから、うん、で手には携帯電話で普通の回線からでもうずっとかけてさ、うん、40分ぐらいやっとつながって、うん、たまたま2日分ぐらいまだ空きがあったから。うん 予約してさできたできたんだよそれでそれでまあそれが昨日だったんだけどそんんななめちゃめちちゃゃ高くないんだよねうまいけどそう6500円税込みで、うん、えっと肉のまあ肉が一通り出てくるコースでなんか自分で持ち込みとかもできんじゃなかったあそこそう<物>持ち込みもできるし珍しく分かるからうるさいな俺ドリ,ドリンクとライスが、まあ、自由に飲み放題、うん、食べ放題うん、うん でなってて、うん、でもそれも全部6,500円の中に込みだから、ねうん、で肉もあの肉があれだけ出てくること考えたら結構コスパもいいしそうだね人気もわかるって感じだよねわかるあのその飲み物とかのさ、うん、フリードリンクシステムもさ、うん 結構2テーブルに1つぐらいそのフリードリンクのあのサーバー、うん、ビールサーバーとあとあのドリンクのあのいわゆるドリンクバーにあるあの機械ファミレスとかのやつと一緒みたいなでそうあのガラス戸の冷蔵庫があってその中になんか焼酎とかさいろいろ入ってて自分たちでいろいろ作れるようになちょっと店のもん自由にやってる感じあるよねあれなんかそうそうそうそれもなんかその 結構少ないテーブルごとにその施設がこう用意されてるから、うんうん、なんかそんなにこう待つみたいなこともないし、うん、すごい良かった。いいな行きたいな久しぶりに。そう、それで、うん、もう、やっぱ次の予約をしたよね。あ、したんだ。した。次はいつなの次の予約が2022年の6月。<laughs> 生きてるかどうかもわかんない。生きてるかどうかもかんない。<laughs> 44とか <laughs> ?43 とかでしょ <laughs> もうやばいよ肉が,肉が食えるかどうかがわからないよね <laughs>、うん、いやだからまたそれで月の頭のやつとかね SNS での,そのキャンセル待ちができたらいいよねそう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 それキャンセル待ちもできるわけだわ、うん、何年後の予約してるわけだから一緒に行った同僚と、うん、もうなんかもう最初の肉が出てきた時点でもうやばいねって話になってうん,うん、うん もうこれは毎月1日頑張って電話をしようっていう話にはなったああなるほどねそれやっぱその何年後かじゃ待てないからね待てない待てない <laughs> もう食えない体になってるかもしんないからねそう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  <laughs> 胃が受け付けないとか大体この一応その、まあ、3人で行ったんだけど、うん、これで、まあ、一応まあ4人ぐらいでも大丈夫だろうつって4人で予約したんだけど、うん、2>, 2年半後に今回行った3人が仲いいかどうかも、ね、<laughs> そうだね うん <laughs> まあ、あの、空きが出たら俺が行きますよ。生きてたら。う <laughs> ん <laughs> <laughs> そうだね。いや確かにそうだな。俺もだから自分で予約取ったことないからさ、あれ、なーみかな中田くんかな、うん、まあなんか行 仲たがいしたときに誰が予約の権利を持つそうだ、今のうちに決めといた方がいいんじゃないまあ、ほら、最初電話で取ったのは松本君だから、今のところ権利は松本てんだそこはね。仲たがいしたら俺とニーツが行くから。またそ問題は、俺たちとニーツがまだ仲いいかどうかだ、一番は。そうだね。そうだね。俺とラムすらどうか分まあまあまあ、ここはもう腐れ縁だから、悪くても飯行けるから大丈夫だわ。 そうね、うん、じゃあちょっと一曲いってお便りいできますかね、はい、あカエポだカエポお願いします、うん、えっ、ー、とー今日発売なんだよねそうですねはい聴いていただきましたのはカエデででリメンバー今曲中にねほら最近ほら新津くん君はもうそのアマゾンでいろいろやってたやつ今封印してるじゃないですか僕らの方で、うん、本んにやってねえかどうか分かんないけど <laughs> でなほか、そういう話ね、桜みたいな話じゃねえのかって言ったら、なんかメルカリで高くう売れる方法というか、まあ、自分の中でこれがいいかなと思ってはまった方法が一個あって、うん、あの引っ越し、最近したんですけど、うん、まあその時にそに大量の時計が出てきたんですよね。うん、その ロレックスとかオメガとか<ー>なんかこうまああと、まあ、いろんなブランドの時計が入った袋が出てきて <laughs> でそれなんか昔うちの親父が「うん、なんかこれ取っとけ」っつってどっさりもらったやつなんですけど親父もともと失敗しただけで不動産で羽振り良かった時期もあんだもんねそうです、うん、でなんかそれでなんか僕に多分ロレックスとか渡してたと思うんですよこれ、うん、あの金みたいなもんだからみたいな形で資産みたいなんで、はいうん でえっ、ー、とじゃもうこれもう,もうあ持ってってもどうせ使わないから、うん、もう質屋に持ってこうと思ったんですよ、うん、でえっ、ー、と質屋に持ってったら、うん、もうほとんど偽物ですって言われて、うん、うちじゃ買い取りませんって言われて、うん、あのもう断られちゃったんですようん、うん、ただ唯一なんかロレックスとかはじくのに、うん、オメガだけはなんかうんってこう。 ちゃんんと見てくれたんですよねオ、うん、メガの時計だけはなんかちゃんと見たけれども、まあ、これはあのただ値段はつきませんって言われてその時はその帰ったんですよ、うん、ただじゃあそのでも時計って大体いくらぐらいで売れてんのかなと思ったら、まあ、15万ぐらいで実際売れてたんですよどこで、えー、メルカリで。うん、でただあの箱とかその正規、うん である証明書ってやっぱ時計って必要みたいなのでそれがないとその15万とかで売れないみたいでうん、うん、あやっぱそういうのが証明できないとダメなんだよなと思ってと、うん、りあえず一応出してみたんですよ15万とか6万とかで、うんうん、その売れた値段と同じぐらいの相場でそうです、うん、で時計のことあんまり詳しくないんでとりあえずなんか一通りの動作確認はしましたみたいな形で商品説明載っけて出したんですね、うんうん 多分全然いいねはつくけど全然まあ売れる様子はなかったんでどん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 こう値段を下げて下げていったんですね、うん、で,でこれの本当のまあ市場相場っていくらぐらいなのかなと思って、うん、その売れてた実績も結構前の価格なんで、うん、今価値変わってるのかなと思ってもう一回質屋に持ってったんですよ同<じ>えと違うところに持ってったんですよ 本体だけだし、うん、あのちょっとボタンの不具合もあるから、うん、6万ですねって言われたんですまあ六 6, 6万でも結構高いじゃんと思って、うん、こっちはこう偽物だと思ってたものだったんでもともと6万ですってじゃあ他の店行って考えますって言ったら引き止められたんですよ「ちょっと待ってください」と「うん、で7万でどうでしょう」って。うん まあでも他の店行って考えますって言われてうん、うん、じゃあ8万で9万です,すげえ上がってるんどんどん最終的には1.5倍の9万まで提示されて<ー>あじゃあでも10万だったらいいですよって言ったんですよ、うん、あじゃあ10万は出せませんって言われて <laughs> あそれはダメなんだと思ってじゃあ他の店行って、うん、またあの9万より高く九万が一番高かったらまた戻ってきますみたいな形で、うん、じゃあでもこの価格は本日までなんで。 て言われてその店を後にしたんですよ、うん、でただメルカリでも15万で出品中だったので、うんえっと、コメントをしたんですよ。コメントとともに値下げをしたんですよ。うん、えと質屋に行って、うん、あのこれが正規品であることが証明されました、うん、で、えー、と買い取り価格をもとに、うんえー、値段を、えー、と下げます。 って書いて、15万から13万に下げたら即売れましたね。うん、っていう、あの、話です。うん。まあ、つまり。まあ、その、何をしたかっていうと。うん、まあ、まあ、ちゃんと正規品だったよってことと、うん、あの。ふぐ、えっ、ー、と、あ、聞いたのは、ここの箇所に不具合があるから査定。がちょっとマイナスですみたいな、うん、要は専門家の目で見た。うん、あの、ちゃんと。 素人じゃなくて専門家から見たその減額ポイントをちゃんんと記載したんですよ、うん、なのであこれは多分間違いないって思って買ってくれたんじゃないかなっていうそのテククニックは時計以外でだとそのまあ本物か偽物かをまず見抜いてくれるっていうのは、うん、まあ素人じゃできないですよね、うん、なので出品するにはいいと思いますそのもらい物とかで分からないものがあったらうん まあ,あとはその自分がわからないけれどどこに不具合があるかっていうのを見抜いてもらえるうんここは傷が入ってるからそれでも本当にさしちゃ行かなくても別にかけちゃうじゃんんんっていや別に <laughs> いやこ結構自分が見た時にな,なんだろうなどこが悪いから値段が下がるってわからないじゃないですか 自分としては状態がいいって思っててもステータスいろいろあるじゃないですか、うん、ほとんど傷がないとか、うん、でもプロから見るとここに傷が入ってるから見学ポイントですっていうのはちゃんと分かるんで、うん、それが分かったのがいいかなとでそ,うそういう状態ですっていうのが確認取れましたっていうコメントすることによって「うん、いいね」してる人に通知がいって当たったら、うん、買おうってなったんもすった 結構高級な時計で箱も証明書もない時に使えるテクニックってことでいいのそうです。<laughs> なるほどね。そうですああこれやっぱ役に立ったすごいやっぱ <laughs>、うん、まだまだいっぱいありそうだねそういうテクニックはやっぱ新津くんねでも俺だったら、うん、その本物っていう証明だけして多少使用感ありますで出しちゃうかも、うん、俺もそれで出すわ新津くん <laughs> の,の情報高く売れる情報じゃなかったなっていう気はするけど 素人が売って素人が買うんだからさ。そうだね。いやい、もう、ここに傷がありますって書かない方がよくない, <laughs> いや、誠意があるという意味では別にいいけど、<laughs> その、その、この話の入りのその、高く売るテクニックみたいな話からは随分離れたなっていうのは。あ <laughs> <laughs> れそうっすね。で、そうあと、売るテクニック。 の,その対象が狭すぎるなと思ったけど、ね、<laughs> もっとなんかいろんなことに応用できるやつだと思ったから、ねまあ、まあでもなんかこう自分が知識のないものを <laughs> すげえ食い下がってくんじゃん他の人に見てもらって <laughs>、うん、まず本物か偽物かで減額ポイントはどこかっていうのを正しく記載すれば、うんうん、あこの人は自分で適当に見て値段設定してないないだけどさ新津クはもうその話の時に自分でもそんな気づいてないと思ってるけどさ うん、そもそも買い取りの値段よりメルカリで売った方が高いなっていうのは思ってるわけじゃんまあそうですね。って,もっていう時点でその査定に出,す出してるのにそこで売る気はほとんどないっていうところでは、うん、割とそのその質屋さんの労力をただで使ってるよねいやあわよくば質屋の方が値段が高くて、うん、でメルカリでその手数料を 引いた金額を上回れば、うん、もう試合に出そうと思ったんですよ、うん、まだその時点で13万に下げても売れる故障はなかったんで、うん、10万でもいいからねえ元、うん、になればいいかなと思って、うん、やったのにたまたま運がよくその値下げとともに売れたので新津くんってさ人からもらったものを売るよね <laughs> いやま あのそ,まあ、そこは否定できないですけど <laughs> で他の,そのロレックスとかは偽物だったの偽物そこも問題じゃないん、ね、<laughs> なんで自分の息子に偽物のロレックス渡すのまあそれは偽物でもいいからかっこつけろっていうメッセージだと思う,んです、ねうん、うビジネスとかやるときは目をはったことうん、うんうん、そっかそうそんなしてから不動産で失敗するんだろうなそうですね <laughs> <laughs> でもオメガは本物だったんだね てか,かさそのさその情報を息子に渡さないのこれとこれは偽物だけどこれは本物とか言わずにそ全部ごちゃっと渡しちゃうんだ <laughs> もう当時言われたかもしれないですけどあ覚えてなかった全く覚えてないですねどんな袋から出てきたのいやもうジップロックに入ってましたジップロックに入ってたんだ <laughs> <laughs> そっか当変だろそれ <laughs> だどっからか盗んでたやつじゃないのそれ ですかね、<laughs> そっかまあごめんすぐメー,ルでメール行けばよかったわまあ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 そう,そうですかじゃ参考にしますなんかね僕がそれもし出すってなったら、はい、確かに俺もなんかおうちの母親のお父さんおじいちゃんがうちの父親にあげたっていうロレックスが俺のところに一個あるんだよな、うん、どこやったかなどっかに置いてあるかそれかうちの親父が「一回使わせろ」っつって取りに来たかどっちか <laughs> それは本物ですか <laughs> それは本物ですもちろんバリバリ本物のやつです、うん、あの鑑定書付きのやつ だけど鑑定書っつったって今時ね印刷するだけだもんねあんなのねわ <laughs>、うん、分かんないよな、まあ、お便り行きましょうお便り行きましょうごめんなさいえっ、ー、とメルテーマですお願いします今日のメルテーマは一から勉強したいことですはい紹介します、うん、練馬区目指す江口久志さんうん 私が一から勉強したいことは音楽ですね子供の頃ピアノを習っていたのですがやらされ感100%で全く身につかず、うん、生でも電子でも何か一つちゃんと演奏できる楽器があると古今東西いろんな音楽をまた違った角度で楽しめるんじゃないかななんて思ってますが、うん、どうなんでしょうか、うん、おすすめの楽器とか勉強法があればお聞きしたいですなるほど音楽やるどうですかプロミュージシャンの からあまあちなみに僕も一から勉強したいこと何かなと思ったら音楽もう一回ちゃんと勉強したいなと思ってたんで <laughs>、うん、あんまり人には言えないですけどまあやっぱギターとかはいいんじゃないかギターかピアノだろうねやるならギターかピアノそうだね、うん、なんか打ち込みとかをやるより多分そっちをやってからの方がいいとはやっぱ思うななるほど、ね、まず何か一個弾けるようになってからじゃないとっていうかその方がいろいろ後々の広がりはすごくあると思う打ち込みからやると打ち込みって何でもできちゃうからさうん そのなんかこう楽器を弾く楽しさとかをあんまり分かんないままそのままずっと続けられちゃうので、うん、どうせだったらギター一個で歌うとかピアノでなんかちょっと歌うとかをや,やってからなんか打ち込みとかをそ,のそこで培ったものでなんかパソコンに向き合う方がいい気はするね。なるほど。ギターとかウクレレとかいいと思うよ最初は。うんうんうん。かななるほど,なるほど、うん。ぜひやってみてください。 松本くんなんかあるかい、はい、今から勉強したいこととかなんかこうこれやっとけばみたいな今から勉強したいことまあ言っても俺らほら20代半ばで急に中国語だの英語だの勉強しに海外に行った2人ですから何やる別の外国語かな何やるやるなら、まあ、スペイン語中国語中国語だね中国語がいいかもね、うん、俺も中国語もっとちゃんとやりたいし英語もちゃんとやりたいうんだな中国スペインかなスペイン語ね スペイン語も多いですからね、使えるところ。まあ、でもやっぱちょっと、ね、中国語、英語、スペイン語。まあ、韓国語もちょっとは気になるけどね。使い勝手が少ない。韓国語は使い、使えるところが少ないからね、単純にこう。うね、いや、若い女の子で結構喋れる子多いね、今ね。なんか独、<い>独学で勉強してとかさ。うん、うちのそのエブリデイズの子もなんか結構喋れんだよ。 分多分韓流、えー、のねそういうアイドルが好きとかから入ってると思うけどうん、うん、なんかドラマが好きとか割とこうカジュアルに喋れるれる若い女の子多いなと思ってそれ好きで、えー、いいねああいうのはねーーーのそういうので勉強してるっていうのは前向きで、うん、そうだな言葉だな俺もそうだなにいなくんかあります一から勉強したいことうん僕はなんかプログラミングとかうんプログラミングも俺もあった、うん、なんかゲームとかなんか面白そうだなと思いますね そうだね時間があったら、ちょっと一からやってみたい気はするよね。うん、あと、なんか、ビデオ編集のテクニックとかも、なんか、いろいろ覚えたいなと思いますね。ああねそうだね。うん、それはでも、今からでもやろう、なんか、時間を見つけてね、ソフトも買ったし。えー、ええー。はい、すみません、失礼しました。あと、時計の鑑定時計の鑑定 <laughs> 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 まだ、プロックから出てくる可能性がある。<laughs> ブランドものとかね。うんうんそうだね。ニッツ君って、一日お金のこと考えてるよね、なんか。 昨日もなんかさ、あのー、ほら家にさ旅行で行った海外のさ1ドルとかさ50セントとか出てきたりするじゃんはいなん例えば俺だったらその韓国ウォンとかさ、うん、そのドルもあるしドイツのお金とかもなんかちょっとずつやっぱその、あのー、カード使えないとからっつって現金の残りが日本に持って帰ってきちゃうんだけど。 うん、なんかそういうのをまとめてドバッてこうさなんか両替機みたいなのに入れてそれをアマゾンのギフトカードとかに変換できるサービスがあるのねうんそれがなんか結構なんか糸魚川にあったの、はい、であったからやってみましたって言うんだけど新つく別に海外ほとんど行ったことない海外行ったことあるんだっけほとんどないですね通貨も持ってないですしでそれはそこで何をやったの,そのた財布がパンパンで、うん、中に入ってる小銭をとにかくこう軽くしたくてうん でも全部入ってるものをバッて入れて, <laughs> 入れてそれを何したの入れてアマゾンギフト券に変えました <laughs> あ,んあんま得なん,んだよあんまりよく分かんないけど、ねまあ、とにかくその小銭がギフト券のこのコードになるっていうそのことがもう感動でなるほどねっと思いました、ね、でそれをねその機械に小銭入れてるところをでわざわざそのなんか子供だか嫁仲が何か動画撮って俺に送ってきてて どうでもいいよその情報と思ってそんなことがありましたねやお得ブラザーズの傷いやもう本当トこれそれはさすがに勘弁してくれって思ったお得兄はいやこれだって手数料取られてないんですよ小銭からアマゾンのやつにそうねレートあれですよ100ですもんレート100なんだそっかそっかウィウィンだねじゃねすごいサービスそれは。そうありました見かけたらちょっとそのでも確かにそのあるでしょ松本君もなんか1ドルとかない なんかあるあるいっぱいあるそうなんかそういうまあまあ次の旅まで取っとくのもいいんだけどうん。なんかまとめてパッてこう現金できるのとそれはそれでいいよねちょっとねなんかうちの辺りって意外とこう監金所があって旅行会場があっ<ー>て観光地だからな原宿そう割とのなんか、ね、この間どっかのねうちの近くの、うん、歌 カラオケ館かなんかのエントランス、うん、ビルのエントランスのところに、うん、なんか、自動でやってくれる機械みたいなのあた、ね。あ、やっぱじゃあそれかなそんなやつかなうん、うん、ポケットチェンジっていうやつでチェンジはい、ちょっと気にはなっている。うん,うん、そ,うそんな話なな。なんだかんだで多分1万円分ぐらいあると思うから。そうだよね。も結構ありそう、うんいや。もっとあるかもしれない。 一回ちょっと曲いってからにしましょうか。ちょっと、はいはい、喋りすぎちゃったんで。えっ、ー、と、ブラムライダー、メモリー、スターリング、古川美樹聴いてください。このケーブルの話はしないんですか今、新津くんがさ、革命ですこのケーブルの話はしないんですかって言ってるケーブルがさ、うん、俺がキャンドゥで見つけたさ、 ライトニング表で指すとライトニングで裏で指すとタイプ B になるケーブルっていうのを見つけたから、うん、それを仁津君に教えたらなんか痛く感動したみたいで <laughs> この話放送でしないんですかって <laughs> しねえよそんなケーブルの話え <laughs> 100均で買ったケーブルの話感動したのいやもうこれはもうすごいなと思いましたねだって100円だし <laughs> 100円だし急速充電デート転送対応だし <laughs> う,だ、ね、うんなかったまあでもしないです <laughs> しない <laughs>、はい、あやっぱり曲ちっちゃかった音がまあいいやはいというわけで聞いていただきましたのは「えー、ラムライダースターリング古川ミキメモリー」でしたはいさあえー、メルテももうちょっといきましょうねうん、えっと 一から勉強したたいいいことだておりますはい一から勉強したいことえっとね同じことを別の方からいただいてるやつがあって<い>えっとプリンス高橋さんとライスさんの食べ太郎さん。うんうん ですけど、まあプリンス高橋さんが一から勉強したいことは建築についてです、うん、人生で一番大きい買い物は家と言われております我が家を一からせ、うん、自分で設計できたら嫁にも子供にも認めてもらえそうでワクワクしますなるほどお二人は家派ですかマンション派ですか認めてもらええー、ライスさん後田部太郎さんが、うんえー、建築を勉強してみたいです建築会社で働いている知り合いがいるのですが、うん、出かけ先でマンションを見るとあの構造はこういう時に不便とか あの会社はここの部分を削ってるなどなど豆知識を教えてくれるので使える雑学だなと感心しきりですお二人はよく人に披露する豆知識はありますかということで披露する豆知識っていうか、まあまあ、この番組でもすっかりこう映画のこうなんか一個の作品についてしっかり調べる癖がついたから映画のことについてはついしゃべっちゃうけど、うんまあ、とりあえずそのあれだねあの建築だね建築確かにちょっと知ってるといいよね、うん、内装とか俺 その前な、もうあれ何年前だ、七八年前に今の家に越す時にすげえ内装業者とバトったから、内装とかもっと詳しかったらよかったなと思う。<laughs> まあまあ最終的に今は満足してるけどね。そうだよね。あの、<laughs> 言わなくていい <laughs> 床が健康マットみたいになってるね。ね <laughs> <laughs> ちょっと思ったよりねフローリングの下が柔らかかったというのはあったけれども、うん、砂の上でそのままフローマなっいっただけ <laughs> そのだから春のピクニックみたいな感じの <laughs> 感じでそのなんかレジャーシート引いた床,床がゲル状になってるな <laughs> ねえわ <laughs> 誰が震災時の裏安だよな <laughs> ってないよあのー、まあちょっとそこは確かにちょっとなんかまあまあ今となっては愛着があるんだけど<で><の>ラムのその、うん あそこのさ秋葉原の家と、うんうん、そのスタジオと、うん、両方やっぱ床に何があるよねスタ,ジオ、まあ、スタジオの床の何なんか正直家のふにゃふにゃに比べたら全然大したことない <laughs> まあ家はもうだってぐにゃぐにゃだもんぐにゃぐにゃではないけど <laughs> まあその踏み始めみたいな感じ、ね <laughs> <laughs> 小麦粉と水混ぜてちょうどもうこれ以上こせてないだろなん <laughs> <laughs> で何年踏み続けてんだって <laughs> いやそこまでじゃないんだけど <laughs> まあその確かに何かその響きづらいやつっていうのを選んで、うん、なんかいろいろこうだから最初はさその、うん、やっぱ濃いめの色がいいなっつって色とかでこう選んでたんだけどさその多分下,下にもう一加工をさせなきゃいけなかったんでコンクリートの上にあれ その割と柔らかいフローリングっぽいやつやってるから、うん、もう一個加工してもらった方が本当はもっと良かったのかもしんないけど。だね、うん。だからそれ建築は確かに内装とかだって松本やんないじゃん、ほとんど。 やんないほとんどっていうかやらないやったことないでしょだから、うん、まあもう,もう俺も人生でもスタジオも作ったし今,今の時と,、うん、とりあえず引っ越す予定ないからないけど、うんうん、もうちょっとその時に知識があったらなと思った松本君ほらあの親戚というか身内にね有名な建築家の方もいるしさそうだね割と身近だったのかなっていう気はするけどそれでもうんなんかその聞いたりしたよそのうちのお,おじさん、うん、もう亡くなったけど、うんうん うちのばあちゃんの弟に当たるんだけど建築店みたいなの見に行ったね一緒にねそう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 、うん、あのー、その当時、えー、と耐震ってあるじゃないですか耐える、ね、耐える震える耐えるっていう、うんねうん、で、えー、とその人がやってたのは免震、うん、っていうやつで、うん、耐震っていうのはこうふん,踏ん張るみたいな感じ、うんうん、頑丈に作るみたいなのがのそうそうそうです、ね 免震、うん、っていうのはこう受け流すみたいなうん、うん、揺れながらこう逃がすみたいなのをなんかやってる人だったな,な,かなんか揺れてたらこうひをガクガク震わせて腰から上は揺れないみたいな感じかなそう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 ちょっとこう柔軟にすごいねでもそうの逃がすみたいなことをやってる人で,、ねでね、なかなかまあ過去の,あの建物とかもいろいろ見ると結構なところやってたりするので、うん 本当になんか結構すごい人だったんだなって思ったけど、ね、うんだねうん建築は確かにそういうのが分かるといいっていうのはあるなそうだねうんあと不動産とかもさやっぱ不動産業者とかでバンバン売ってる人ってさ、うん、意外と自分では家買わなかったりするからなんかあんじゃねえかなとかさうん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 なんかやっぱりその不動産でよく売ってる営業マンの人とか俺も何か知ってっけどうんなんかあのー、その紹介した人が買ったビル の一部屋を家賃普通に払うんうんうんなんかやっぱ家ってあんま買うもんじゃないのかなとか思ったりはするいやまあなんか不動産のプロが買ってないからさ、まあ、買ってる人もいるだろういう仕事の人たちは死ぬほど物件見てるからさ、うん、その なんかいつ何ががああるるか分かんんななないいいよなっていうのが一番あるんじゃないいやーまあそれこそ今回のね江東区のやつでもねその江東区のやつ思い出したけどやっぱ一応そのうちのいとこがね、うん、その買ったんだけどその家、うん、その江東区のしかも一軒は買ったんだよなんか。うん、で買ったんだけど買うときにやっぱ銀行の人から何かあったらみたいなことは一応言われたとは言ってたから。うん うん、その騙して売られたわけじゃないけどそれでもやっ江東区だからそれって少し安いっていうのもあったのかもしれない何かあった時はちょっとやっぱ水及よりに対してちょっと低いあたりだから危ないっていうのもあったのかもしれないやっぱそれをちょっと一生の買い物として買うのはすげえなとは思っちゃったけどね。うん、その家をを買うう人ってていののは何をメリットにして買ったの ってるのまあだから家賃を払わなくていいっていうことなんでしょうまあもちろんそれでねローンは払わなきゃいけないわけだからあれだけどまあよく言うのはやっぱりその何十年かで一応終わるから終わった後はもうただで住めるみたいな気持ちはあるんじゃない、うん、まあそうか同じお金を同じ、まあ、家賃と同じ分払い続けたとして、うん、家賃は何十年払っても何も残らないけど。うん 家だったらまあそ,その分払えば家が残るってことか、うん、そうだけど、まあ、実際にそこに固定資産税がかかったりとかあとはまあ修繕のお金マンションも修繕かかるけどね何かあったら全部自己責任だから、うん、エアコン壊れりゃ自分で直すしあともちろんその隣に変な人がこう住んでしまったってなったら引っ越せばいいけど、うん、賃貸だったら。 うん、家買っちゃってたらなかなかそういうわけにはいかないとかそう,、ね、そういうのはあるんだよね、うん、だからどっちがいいとは一概に言えないけどまあだから宇宙のほら玲子玲子とかはだからそのうん玲子はもうたくさんのビルを持つことによってだからかかか買う家、まあ、持ち家派か賃貸派かで言えば多分うちの母親なんか持ち家派だけど、うん、あの貸せる物件しか買わないみたいなね自分も住めるけどうん じゃあ1階にお店があったらお店に貸せるとか1階は路面店みたいになってて2階に住むとかだったんだけど、うん、もともと昔のうちの実家もだってあの辺一体もう全部麗子のもんだろ <laughs> そんなこと、まあ、まあどこまで一帯にするか分かんないけど好きみたい相変わらず見てるねなんかそういうエレベーターとかのないさ雑居ビルとかさ <laughs> やっぱ安いから。 やっぱね、あとエレ,ーーエレベーターってやっぱね,あのその多分ね検索するときにエレベーターなしでるにそんなことはない <laughs> そんなことはない <laughs> <laughs> そんなことなん,かなんかエレベーターのついてるやつも持ってみたいよよくわかんないけど会社でんかあのやっぱそのあれなんだよあのエレベーターエレベーターでね保守とかメンテナンスとかお金かかるわけそれはやっぱり便利、ね、使,う使う人は便利だけどそのあなた方は そのエレベーターをメンテナンスしなきゃいけない側ですからね。だから、資産って。我々みたいに乗るだけではなくて。<laughs> いや、あなたっていうか、僕ではないですそれは持ってるのは、やっぱり、台風の日でもアスクル頼めるような女帝が持ってますから。って上のね。あの僕、全然その財産と分関わんないですよ。いろいろいいとことか養ったり多分してるんで、あの人は。まあ、ラムはラムで持ってるからね、別の。え、僕は、<え>僕はもう。1>, 1丁目がレイコーで、2丁目がラム、ね。え、僕はもう、印税で細々とやっていきますから、大丈夫ですけど。<laughs> えだからエレベーターも考え、そ,のやっぱりその確か使う側からしたらエレベーターは便利なものでしかないけど、なな所有する側からすると、それはやっぱり、棚子、うん、には便利だし、家賃には反映されるけれども、うん、もちろん出費とかリスクもある、うん、あのものであるということですよ。買うときの値段もやっぱ跳ね上がるしね。まあ、そうですね。 あのー、どっちかって迷ったらやっぱその玲子はどっちかってエレベーターがない物件が好きみたいだよ <laughs> <laughs> その、ねね、年間のそのなんか家賃とかで考えるとこっちの方がいいんじゃないかみたいに言って今でも言ってるわ、ね、買おうかなと思ってるから止めてるけどねも,うそのもっと違うことに金使えっつって,てまあなんかまだでも都選はさ、うん 全然買っても大丈夫な気はするよねいやだからそれいうこと言ってて江東区でああいうことがあったわけだからやっぱり場所はもっとしっかり選ばなきゃいけないってことなんじゃないかまあまあそういうのはあるかもしれないけど、うん、その何百回まあ今後どんどん人口が減ってとかさ、うん、あるけど多分東京にはまだ集まってくるじゃん、うん、そうだねだからうち,うちはずっと言ってたけど俺はずっと言ってたけどやっぱ東側の方がまだちょっとしばらく元気だと思う。 そうだねだ東側の方がなんかまだ建て直す余地もあるじゃんそうだねあとやっぱその羽田と成田どっちにもアクセスがいいとかさ、うん、だから田園調布とか世田谷のちょっと良かった閑静な住宅街とかの方が今は厳しいねきっと、うん、一軒家ばっかりあるところ,と,ころとかさそうだねなんで不動産の話してんだこんなに真面目に <laughs> <laughs> 俺もそんな知らないですけど専門じゃないんで,でラムさんは家墓,家墓マンションかでいったらビル派でしょいやでも本当雑居ビル派です 絶叫ビル派ですよそえだってさそんなのさあ<ん>その,あの知り合いで家買ったとかっていう人の金額聞いてびっくりするよやっぱりその金額だったらなんか玲子が物色してるタネビル3つぐらい買えるよみたいなさ <laughs> あるもん。 ああなるほどねうんすごいすごいいやだからお金もだから本当とに玲子も俺もなんかいろんな人の話聞いてると、うん、あのみんなお金持ってんなってやっぱ言うもんそれでもすごいねどこにそんなお金あるんだろうねって、うん、そのまあやっぱり、うん、その一つの家の三階建てと <laughs> お前ちょっとで、ね、も、うん、ごめんねうん何例えば例えばの話でさ、うん、その新築で一軒家を建てるうん ののと同じぐらいの値段で,で例えば5階建てのビルが買えるとしてさでまあその3階建ての一軒家とそのビルの3階までの使える部屋として使える面積が一緒だったら4階5階を貸したりしてさでその下の方はまあ中古だから作りは古いかもしれないけどリノベとかして済んだ方がまあなんか金 周り的には良さそうですね。当然,当然、ね、当然。当然、それはそうですだから、中は分けられるからね、うん、ビルは。その、一部屋単位でもできるしさ。え、うん、家はなかなか複数の人に貸すってできないし、それこそ一軒家をしばやつに貸すっレイコの発明だよね。<laughs> レイコはやっぱその、その、やっぱり雑居ビルの母って言われてるから。<laughs> そうそうそうやっぱ。<laughs> リビング雑居ビルの母が、ね。生き <laughs>、生きとし伝説だからさ。 いや、だけどね、その、あれ、松本くんがいない時に話したのかな、<や>俺だからが。要は、雑居ビルに住むっていう本を出した方がいい。俺もさ、最近不動産の話ここで出てくるとさ、松本くんとこのラジオでしたのか、あ,<ー>あの、あ<ー>ファミレスで笹団子さんとしたのか分かんなくなっちゃうんだけど、あの、<laughs> なんか知らないけど、要はそのこ、俺ね、最近ちょっと考えてるバブル崩壊のシナリオが俺の中にあって、うん、要はなんか、 噂で回ってくるらしいのねこの辺一帯であのビルは、うん、あの誰々が買ったみたいなその誰々っていうのがその、うん、どこどこに住んでる何の仕事してる何々さね新津琢磨さんが買ったらしいよとかそういう話じゃなくて、うん、あの要はあの中国人の人が買ったらしいよとか、うん、なんかこういう事業をやってる何人の人が買ったらしいみたいな情報がなんか霊魂とかに入ってくんだよいろいろ不動産屋の人から。 日本人じゃない人のオーナーめっちゃ増えてるよみんな日本人気づいてないけど<ー>アジア系のお金持ちの人中東の人もいるしでその会社を通して買ってる場合もあるし個人で買ってる場合もあるんだけど要は日本はその不動産を買うのにさ規制が特にないからさ、うん、日本人しか買えないとかもないし、うん、お金出した人が誰でも土地を所有できるわけで。 うん、あのそんな,なんか韓国人が嫌いとか中国人が嫌いとか言ってる人が気づかない間に家賃をそういう国の人に払っている可能性は全然あってでもそれは日本のルールにのとってやってるから別にいいわけじゃんちなみにレイ子は国籍は別に今日本だから別にそんなこと言われる筋はないけど日本長く住んで帰還もしてるから、うんうん、だからそこで今の,その自民党とかその自民党支持してる人たちのなんかノリを見ると、うん。うんうん なんかそれこそあのバブルの時の送料規制っていうのがあったんだけどさその土地に対してそのバブルが崩壊したきっかけの方があったんだけどそういうなんか外国人が土地を購入するには一定の規制を求めるみたいなことをもしやりだしたらその瞬間にもう東京の地価がガーって下落するので。うん うん、なんか第二のバブル崩壊が起こるんじゃないかなっていうのがなんか俺の考えてる嫌なシナリオなんですけどだからなんかそんなみんな,なんかあの移民を許すなとか言っ,て言ったってさ、うん、不動産の所有者がどんどん外国人になっちゃったらそんなこと言ってもしょうがないじゃんねって気はするなるほどねっていうねなんかそれちょっと今考えておいて考ない話でしたはいそう,、ね、そう面白いいろんな見方があって面白いよな俺はもう全くそういうの分からないからさもう とにかくラムがビルいっぱい持ってるって。こと、ね、<laughs> 俺はビル持ってない、一個も持ってないっつうの。<laughs> やめなさい、一 <laughs> 曲できたら趣味でビルを一個買 <laughs> そう,そう。<laughs> その曲の名前を自分でつけてか。かっこいいね。うん、それいいですねいやいや。そんなんではないですよ。僕はもう、あの、この仕事頑張っていきますから。もうしばらく。夢ビル、夢ビル、ハロービル。い、過去のシングル。<laughs> 随分垂れて,てきたな。 あそうだね、ここ何年か建ててないから建てなきゃね,そね新しいビルを <laughs>、ね、頑張ろう頑張ろう<ー>次行きましょうはいえー、だからもう本当玲子にイジデラックスをやる専用のビルを買ってほしいよ <laughs> どっかでどっかで雑居、ね、ビルでやろうぜエイジデラックスをそうだもうあの蛍光灯が全部チカチカた <laughs> 近いと <laughs> <laughs>、ね、こで。<laughs> あの「そう」で出てきそうな完全にそれもうんかあのフロアフロアみたいなとこにあそうね廃墟みたいなとこでしょそうだねお互いパイプに手錠でつながるチンピラがちんぴがさヒロインを監禁するようなとこでしょそうそうそうだねちょっと考えようかタイル張りのさ次のタイルってくださいはい次ドイツ休みさん えー、一から勉強したいことですが私はそもそも勉強が嫌いで、うん、できることなら一から勉強の仕方を学びたいです、うん、集中の仕方暗記の仕方、うん、字の読み方いろいろ勉強し直したいです、うん、活字を読むのが楽しいと感じられる側の人間になりたいです、うん、字を読むのが楽しくなるアドバイスはありますか字が楽しい読むのが楽しくなるスヤスビンはめっちゃ勉強してるイメージあるけどな 俺らの周りの中で一番真面目に勉強してる人だよね。うん。字の読み方。もう俺は。俺らの周りで一番インテリジェンスを感じるよな。そうだね。休み字の塊だよね。うん。なんか、まあ俺は本当に字はもうなんか、 iPad で大きくして読むくらいしか。<laughs> 字をちょっと大きくして読むくらい。<laughs> 大きくしたり小さくしたり楽しい本当 <laughs> それぐらいしかない。<laughs> ってか、最近ね、あの、寺沢ホークさんっていう、えっと、映画のいろいろ解説とかやってる方のマーベルの本をよ読んだんだけど、それはえっとね、Kindle 版なかったのかななんか。で、久々に紙の本で買ったんだけど、あ本当紙の本読むのしんどくなってる、俺。あ、そう。うん。読む紙の本。読まない。 そうでしょうえだからなんか、もう、だめだ。さキンドルで家電批評とかばっかり見てそれ、あれじゃん、アンリミじゃ読み放題でしか読んでないじゃん。そうだね、確かにね。俺も、俺もニュースウィークとかばっかり読んでるからあれだけど。そうだね。いや、だから本当、拡大できない本無理も。なるほどね。教科書とかも全部そういうのちょっと前に人に借りて、あの、オードリー若林さんの本を読んだりましたけどね。ああ、えっと、なんだっけ。 天才はもう諦めたじゃない方。表参道のセレブ犬とカバーネ要塞の犬と。はいはい。ええ、ううね、一個なんだったっけな。うんうん、ええと、斜めの夕暮れかな。うんうんね、あったねもう、もう一個前のやつだね、うん、それ。両方面白かったけど、あれは紙で読んだな。いや、だから、俺らに聞くのが間違ってる、これ休みんが。<laughs> うん。ですね、まあ、でも、字が読むのが楽しくなる。 で楽しくなるか分かんないけど、うんまあ、Kindle とかそういうツールで読むことでこうどこへでも連れていけてみたいな、ね、確実に iPad の方が目が疲れないわもう俺はうん無理無理、ね、そういうのはあるかもね、うん、そうそう、まあ、まあ買ったそのテラサホークさんの本は面白いから結構引き込まれちゃってまだ読んでますけどなんか これはもうふ考え方が古いのかもしれないけど勉強とかだとなんかやっぱ紙のなんかワークブックみたいなのでやる方がなんか身につく気はする、うんうんまあ、手で書くのは割とね記憶にこう結びつくからいいかもしれないけどね確かに目,目で読むだけじゃまあそれでもやっぱり iPad とかでクイズ形式でポンポン解いていくやついっぱいやってる方が頭に入んだけなああそういうのいいよねするけどねもう1つぐらいって曲いきますかねいい時間でしたわはい 次、うんえー、千葉県津田市県さん。うん、一から絵を勉強したいです。うん、私は絵がすごい下手です。何か新しいアイデアを思いついてイラストで人に伝えようとしても、うん、絵が下手すぎて伝わらないです。うん、絵は子供や外国人に説明するときに便利でガンガン使いたいですが、私の絵心では役に立ちません。うん、人生損してます。うんうん、よく考えると学校の美術の授業で絵は描いても絵の描き方自体は教わってこなかった気がします。うん 絵の基礎から勉強し、せめて人に見せても何が書いてあるかわかるレベルにはなりたいです。うんうん。絵は描けるようになりたいな。絵はそうだね。絵はなんかやっぱ上手な人見るとすげえなって思うな。だからまあ俺はちょっとその連載で描き始めたけど、うん、もうちょっと上手になりたいな。なんだろうね数描けば上手くなるのか。 うん、単純に今はのその iPad と iPad のさ iPad とアップルペンで書いてるんだけどさ、うん、単純にもってやっぱこれもツールを使いこなせるだけでだいぶ変わるかなっていう気はするかな俺なんか子供の頃からねなんか図工の時間でも割とその下書きはすげえ得意で、うん、あの割と上手に書けるのよなんか見て消防車でもなんでも。 うん、塗りが絶望的に下手で、絵の具の調合から多分センスがないんだよね、なんか。すぐカピカピになっちゃったり、水足すと、あのもうなんか、はい、かか画用紙がもう波打っちゃってさ、その水を吸って、うんうん、みたいので塗るのが下手だったから、そういう意味では iPad はいくらでもその塗るのをやり直せるしさ。 うん、なんか材質も選び放題じゃな、ね、いめちゃめちゃ水彩っぽいやつからなんかマジックみたいなのもあるから、うん、もしかしたら真面目に毎日描いてればなんか上手になるかもなと思う松本君の絵ってあんま見たことないなそうだね俺も絵は下手だから描かないあんま諦めてるところがあるな絵、えー、確かにうまいとちょっといいよなパパ昔 A ェデラックスでなんか色紙に絵描いたりしてけど、ね、あったねなんかお題もらって絵描くとかもやった気がするな <coughs>、うん、またやろうかなそれじゃあそうね 1>, なっとこか1曲いくかじゃあ、えっと、まだあればこのあとまでいくけど、はい、とりあえず4曲目いきたいと思いますはい,お願い、えー、では四曲目、うん、z はい聞いていただきましたのは「z k e r a n i でグッドスイングでした、うん、もうさいこれ今日の、ね、ツイートの担当は新津くんがやってるんですけど そのエレベーターがついてない物件が好きな麗子って書いてあるけど、別にイコはそのエレベーターがついてないことに燃えたりしてビルを買ってるわけじゃないんですよ、あの人はね。その方が手が届く。ついてないって <laughs>。って、そのビルが、それこそその、完備、エレベーター完備してない立派なビルは手が届かないから、なんか誰も見向きもしないようなやつを探してきて、 うん、でもこの辺の駅の周りは絶対これから人増えんじゃねえかみたいなこと言ってなんかその物色してるみたいですようんそれこそ8階建てとかねそれこそ上野とかさこの辺とかさ秋葉原の周りもあの全然注目されてなかったからね10年前20年前とかすごい、ね、やっぱ渋谷恵比寿目黒、うん、目黒とかね、うん、なんかあとなんだろう <laughs> 下北とかこ、うん、っちの方でしたからその世の中のじ地場の中心というか重心は。うん うん、だいぶ東側は栄えてきたよ、今は。それこそ、なんだ、蔵前なんか誰も知らなかったからね。ととうん、蔵前っていう地名自体を、世の中の人が。でも今は割とカフェがあったり、ギャラリーがあったりさ、うん、なんかいつの間にかちょっとオシャレタウンみたいな扱いを受けてるけど、うん,う,んう,んうん。地価も上がってんね、やっぱこっちの方がね。うん、みたいなことありましたけどね。今日、麗子の話多いな、うん、<laughs> さあ、エンディングいきます <laughs> はい。 じゃあお便りありがとうございました皆さんはいえーっとですねあエンディングか最近ちゃんとエンディングかけてないからかけようねえー、っと、うん、新しい連載が今月から始まってますね皆さんも読んでいただけたでしょうかえー、っと「アーバンリサーチ生活と映画、えー、カット1終わらない物語」について連載開始しましたまたすぐ第2回が更新されると思います、はい、そして「マジュンポ人のミクスを笑うな」 えっと、配信されております。そしてですね、えっ、はい、と、10月の27日、銀座スプーキーというイベントが銀座プラス東京で行われます。そうだ、この話もみんなに本当は相談したかったんだよな。ハロウィンパーティーなので、ハロウィンのネタを考えなければいけません。うん うん、えー、これぜひ、10月27日、前売りの、えっと、取り置きの案内を LINE アウトで出そうと思ってるので、またという方はぜひ、あの、極端に安いディスカウントとかね、最近あんまやんない方針みたいで、あの、うん、普通に前売り代わりのものは僕の方で取りますので、そちらをぜひ、えー、やってください。そしてなんか明日、うん、なんかマネージャーのつぶきくんからちょっと事務所来てくれって言われて、 行くんですけど、はい、なんかエブリデイズの次の新曲をライブ配信でなんかやる会議みたいのをやるということで明日の夜7時半ごろから<お>多分一17でやるのかな、17でそのやるらしい、なんかね、メンバーの一人が17、ね、の世界大会で優勝したんですよ、売り上げだが人気だがかか台湾でやった<ー>そのど、どういう大会なのかまあ聞いておくけど、なんか多分いっぱいそもらったんだろうね、贈り物。 ああああめちゃめちゃ金持ってんじゃねえかビール買ってくんねえかな <laughs> エレベーターついてるやつ <laughs>、えー、そんなエブリデイズと明日だから明日あの僕が顔出してなんかやるやつがどっかで見れるはずなのであの僕の公式サイトを更新してますのでチェックしてください10月16日水曜日エブリデイズライブ配信しながら一緒に曲を作る会というのがございます以上ですそして、えー、明確にお伝えしておきますがリリースに向けて今具体的な準備をどんどん進めております頑張ってますはい以上です はーいえー、じゃあアフタートークいきますかね、えー、お送りしましたのは「はい、ラムライダーと」と松本でしたまた来週さよならさよならーはい、えー、10月15日「うん、オーディオギャラシーポッドキャスト限定アフタートーク」です、うんえー、今日は先週あった台風の話から始まって、うん、えっとまあ映画「イエスタデ d を見た話ですとか、うん、ネットフリックスの、うん 限定のドラマあとはメルカリの話とかありましたね。はい、今から勉強したいこととかだと松本さん中国語村本さん英語ですとか、うん、まあそういった話をしたり、うん、または賃貸か持ち家かなどの話をいろいろ、はい、は賃貸派。僕は圧倒的に賃貸派なんでいやいやもう家を持ってこう縛られる。 こといろんなところ、秋っぽいんでいろんなところに <laughs> 住みたい住みたいですああ<ー>、うん、俺はなんかそのそうだね俺あんまりその引っ越したい欲が昔からないんだよな言ってもしてるけど結構、うんまあ、それかどっちかというとやっぱりです利便性が高いところが好きなんで、うん、やっぱ駅の近くがいいんですよ、うん、で駅の近くの一軒家って多分ものすごい高いと思うんで、うん、だったら高くても 賃貸がいいいかなって思いますねそれは何か自分の中で暑い,、うん、い駅が変わるとい駅が変うかあのやっぱりその時間がやっぱすごい稼げるなって思って駅の近くとかあそ、ね、あの近くにその買い物できる場所があるとか,、うん、なんかそっちの方があの家賃よりも家賃とか家を買うとかそういうお金の面よりも なんかメリットがあるっていうふうに思ってるんでそうなるとやっぱ賃貸が多いですね、まあ、多いっていうかまあ多いっていうか賃貸まあ的にそうですね賃貸になりますどうですか松本さんは松本さんは今のところも住んで長いけども引っ越さないのかなしばらくそうだね職場も近いしねうんそうだよなうんまあ確かに場所は俺も前のさ西湯あったじゃんうん <laughs> やっぱあそこは今考えると駅から結構遠いしさ周りにあんまなんもないしさ、うん、正直よくあんとこ住んでたなとは思うねまあでかかったけどその代わり遊ぶ場所も広かったしさ部屋も、うん、今確かに俺も割とねスタジオも駅から近いし家もあの駅からそんな遠くないから、うんうん、確かに駅から近いってのは大事だなとは思うね、うん、便利だね家が駅から近い一番大事だな多分いやちょっとびっくりしたのがうん 駅から自宅の Wi-Fi に繋がったんですよ <laughs> そんなに近かったってことえ電車降りて、うん、あなんかフリー w i f i 掴んだっぽいなってあの iPhone の、うん、アイコンに w i f i のマークが出たんで、うん、こ,のこの辺なんか新しく始まったのかなって思って、うん、SSID パッと見たら、うんうん、自分地だったんですごいねお出迎えがすごいじゃんそんな近くになったんだと思いましたね 今のところは近いとこで駅からより近くなりましたねあ建なんか同じマンションの中で引っ越したの同じマンションの中で向きが変わったんですね駅側になったのえっ、ー、とそうですねよっそうですね8か道側から駅側になったみたい8、ね、か道側からか知らねえけど <laughs> <laughs> それにしたって強力なやつで飛ばしてないと多分そうはならないだろうだってそれは普通のやつなんですけどねあそうなんだ、まあ、たまたま掴んだだけかもしれないですけどびっくりしましたねまあでもすごいね、まあ、そ,それぐらいのこの距離感のところがやっぱいいですねそそうか,そうか、うん 今のところ、もし買えたら買うとかっていうの買いたいんですけど、あの、買いたいんじゃん。買いたいんですけど、団地で、<laughs> あの、所有者は UR になってるんで、うん、買いたくても買えないんですよね。んねうんでまあ、でもそれでもいいかなと思います。うんうんうん。はい、働けばいいもんね。長く住めるような形になってるんで。なるほどね。うん。あとはどんな話出ましたか、まあ。まあ、あとなんかテーマがあればですけど、そのメルカリの情報もなんかあるんだったらいいけど、うん、別にねえか。 そうですね。まあペイペイフリマっていうのが始まったよっていう話をしたってた、ね、ペイペイんですけど p a y p a y ペイ i m a はあの、まあ、y a ヤフーが運営している、うん、まあヤフオクがあるじゃないですか、うん、まあそこからフリマモードって言われるそのもう即決価格で買えるものが、うん、えとそのままそれだけアプリで独立したみたいな形なんですけれどもインターフェースもほ,ほぼメルカリ。 ほぼメルカリで、えー、と出品も基本的にはあのメルカリと同じ要領でできるんですけれども一、うん、つ違う点があって、うん、あの完全に匿名なんですね。うん、なのでメルカリみたいにその未定に送料発送方法を未定にして、うん、でもしその人があの送る時には相手の住所を見ながらその宛名を書くっていうことはまずなくて、うん、基本的にはその。 かックロネコヤマトのサービスを使って、うん、発送すると、うん、で大きく今あの違うのがそのキャンペーンをやってて送料が無料なんですね、うん、その受け取り側ではなくてその出品者側の送料が無料とうん、うん、出品者側が基本的には持つのね送料普段はそうです今後はそうですねなるほどそこが今無料になってるんで結構大型のものとかが配送料がかかんないので、うん、結構 えと新規の参入が増えていると楽天もそっくりのやつ出してるよね楽天は楽マってやつ出してますね、はい、あれもインターフェースなんか、うん、ほぼほぼメルカリのパクリみたいなやつじゃな、ね、い、うん、そうですただ楽マは結構サポートがあ,のあんまりよろしくないみたいで、うん、基本的にその仲介に入ってくれないで、うん、当事者間で何とかしてねっていうような形でなんあんまよくないねそ,なそこが肝なのにねそうなんですよね そう,なのでそういったサービス面でなんかその手数料は楽もの方が安いらしいんですけど、うん、サポートが厚い分やっぱりメルカリに人が流れるっていう部分もあるみたいですねなるほど、うん、松本君とか最近とかヤフオクとか使ったいやーしばらく使ってないかなもうストアがうざすぎてねヤフオクはうんそ,そうだねちょっとこうもうオークションという本文を忘れてしまっているというか オークションとして使えなくなっちゃってるところが多いよねそうだよねでもオークション自体ももうなんかだるくて付き合ってらんないさ、うん、そんな,なんか終了日1週間後とか言われたらさ、うん、だったら買うなんかどっか買えるところで買おうがってもうなっちゃうしなかなかね確かになんかだんだんこうヤフーオークからメルカリにこうもう,、うん、もう出す人も見る人も映ってる感じがあるな、うん、じゃあそのフリマアプリがうまくいくかどうかなんですねヤフーの。 そね。そのペイペイフリマペイペイフリマで何なんですかその名前ペイペイフリマってまあそのあれですねキャッシュレスのペイペイのサービスをもうやっぱ入れた方がみんなとっつきやすいと思ったんでしょうねなるほどねはいであのペイペイの残高としてチャージされるのでそのまま街で使えるよっていうのが強みですねなるほど何か出してみたの一回出し 買ったんですけど、うんま、全くいい値はつかなくて、うん、結局的、結局やっぱ、あの、メルカリの方で。出した方で、やっぱ売れましたね。同じものを出しましたけど。参考になります、はい。そうですね。うん。んなところですかね。なところですか。はい、なんか、ありますか。ないですか。とうん。そうですね。<laughs> まあ。 最近松本くんがすげえ黙んでないニーツくんが喋ると。俺しんどいんだよな、<laughs> 一人で受けんの。ねえ。そっちでなんか話が進んでるから。あ、いやいや、松本君任してる。いやいや、俺は俺で松本くん <laughs> 喋んねえなと思って焦ってんだよ。俺はなんかに、俺はなんかニーツくんと松本くん、なんか松本くんがニーツくんを転がしてるのを見るのが好きなのよ。<laughs> <laughs> だから、いろいろ聞いてね。横で何も言わを、うん、俺が口,俺が口挟むと止まるから。 言わないでそのままなんかツッコミもせずにつくの話を聞くのは好きなんだけど今日そんなとこしとくかじゃあそうですねそうですねじゃあまた来週ということではい、はいはい、お疲れ様でしたお送りしましたのはラムライダーと松本とニースでしたまた来週さよならさよなら